はい、はい、先日の動画にですね、本当にたくさんのコメントいただいてありがとうございました。数が多かったんでね、全部に返信することはできなかったんですけれども、全部目を通させていただきまして本当に感謝です。あの後の後日談を話すと、まあ、アンチがね、ちゃんまりのお母さんの SNS を突き止めて、そこにあなたの娘の旦那はこんなにクズなんですよっていうのをね、もう長文を送りつけたみたいなんですけれども、いやーすごいなと思いましたね。いい年こいてママに言いつけてやるってことですからね。俺があんたに何したんだって感じではありますけれども、まあいろんなことを大ごとにしたくなかったんで、まあ僕的にはちょっとアンチさんにね、釘を刺すような意味も含めた動画だったんですけれども、まあ刺すだけ無駄だなということも分かったので、粛々と、対応していきたいなというふうに思います。はい、ということで本日はですね、写真の腕をワンランクアップさせる、そういう動画になっております。皆さん、 ND フィルターって聞いたことありますかね。ニュートラルデンシティの略なんですけれども、直訳すると中立な濃度のフィルターっていう意味になります。いや、これめっちゃわかりにくいですよね。まあ僕なりに噛み砕いて説明しますと、レンズから入ってくる光量を抑える方向に調整するアイテムなんですね。ND フィルターって目で見える光を全て均等に吸収するという特性があるので、被写体の発色に影響を及ぼすことなく光を減光することができるんですね。まずカメラとレンズの組み合わせで、普段僕らユーザーがどういう風に光をコントロールしているのかっていうのをおさらいしていきましょう。デジタルカメラにおける写真ってどういう仕組みになっているかというと、被写体が発する光、もしくは被写体が反射する光をレンズから取り込んで、それを撮像素子に届けて、そこから記録メディアにデジタルデータとして記録するっていう、これがデジタルカメラにおける写真の定義なんですね。そのレンズから取り入れる光の量をコントロールすることによって、同じ場所、同じ時間帯で撮っても全く違う写真になったりするわけなんですよね。じゃあどうやってその光を普段僕らはコントロールしてるのか、基本的なことになりますけれども、一つ目はシャッター速度です。シャッター速度を速くすれば、シャッターが開く時間っていうのが短くなりますので、当然光を取り込む時間っていうのは短くなります。そうすると当然写真は暗くなりますよね。逆に言うと、シャッター速度を遅くすることによって、シャッターが開いている時間を長くすることができます。シャッターが開いている時間が長ければ、当然光が入ってくる時間っていうのが長くなるわけですから、写真は明るくなりますよね。2つ目は F 値。シャッターユニットというのは、複数の絞り羽といわれる羽で、丸く円状に構成されているんですね。 F 値というのは、その絞り羽をどのぐらい開くか、その穴の量を調整する数値のことなんですよ。例えば同じシャッター速度で撮ったとしても、この穴の開く量がちっちゃい場合と大きい場合では、当然入ってくる光の量が変わってきますよね。F 値を低くするということは、この穴を大きくするということですので、より光を取り込むことができるので写真が明るくなりますよね。 F 値を逆に絞る、要は数値を大きくすると穴がちっちゃくなりますので、小さい穴から通ってくる光の量っていうのはやっぱり少ない、なので写真は暗くなります。3つ目、これは ISO です。ISO というのは、このレンズを通って入ってきた光が撮像素子に届くとき、その撮像素子が光に対してどれだけ敏感に反応するかというのを示した数値なんですね。なので、同じ F 値、同じシャッター速度で撮った写真でも、 ISO を100にするか1万にするかで写真の明るさっていうのは全然違ってきます。数値が低い方が感度は下がりますので、 ISO を上げれば上げるほど明るくなり、下げれば下げるほど暗くなるということになりますね。まあ、ただこの ISO というのは強制的に光への感度を上げる機能ですので、 ISO を上げて明るく撮ろうとすればするほどノイズが乗ってくるんですね。この3つが写真を撮る際に光をコントロールする3原則となってます。そこに4つ目を足していこうというのが ND フィルターの役割なんですね。この ND フィルターの構造というのは極めて単純で、レンズの前に暗い色のついたガラス板をくっつけるという、ただそれだけの機構なんですよ。はい、こちらが ND フィルターとなります。どうでしょう、本当に極めて単純な構造ですよね。ただですね、 ND フィルターには2種類あります。可変式 ND フィルターというものと ND フィルターというものです。今見ていただいているところで言うと、こちら側が可変式、こちら側が普通の ND フィルターです。大きな差は何かというと、 ND フィルターの方は元々の減光率というものが固定で決まってます。それに対して、こちらの可変式 ND フィルターというものは減光率を変えることができます。言葉より見せた方が分かりやすいと思うので、可変式 ND フィルターちょっと見ててくださいね。いきますよ。これはどうでしょう、
回転させたら明るくなって僕の顔が透けて見えるようになりましたよね。逆に持っていくと、ほら、暗くても何も見えない。ちょっと見えてるか。というふうにですね、ND フィルターにも大きく分けて可変するものとしないものの2種類があります。まあ、どちらが便利かと言われると、可変式 ND フィルターの方が便利なんだけど、写真の機材ってメリットとデメリットが大体背中合わせのことが多いんです。この可変式 ND フィルターに関しても例外ではなくて、便利な反面デメリットとしてですね、ムラが出やすくなるんですよ。よく X ムラなんていう風に言われてるんですけれども、その言葉の通りに X 状のムラができてしまうという現象があるんですね。これは安い可変式 ND フィルターほど発生しやすいものなんですよ。僕はね、もう2万台の ND フィルターからもう数千円の ND フィルターまでいろいろ試してきたんですけれども、その中で今回一番コスパがいいものを紹介していきます。実はね、数本前の動画で滝を撮る動画があったんですけれども、その中で軽く ND フィルターについては触れたんですね。まあ、そしたら詳しく教えてほしいっていう DM が結構来たので、今回詳しい動画にしてるわけなんですけれども、前回の動画を用いながらちょっと説明していきます。 ND フィルターの魅力を伝える上で一番わかりやすいのが滝や川などの水場での撮影です。今回の動画では ND フィルターを使ってシャッター速度を遅くして水の動きを表現していきます。いろんなメーカーのものを試した結果、僕が一番コスパが優れてるなと思ったのがこちらの K&F コンセプトさんの可変式 ND フィルターです。こちらが可変式 ND フィルターを使って撮影した写真。水の流れまで鮮明に記録されてますよね。静止画で動きのある表現をするという矛盾が自分の写真を一つ上のステップに連れて行ってくれます。F 値を絞れるだけ絞ってシャッター速度を遅くするという手もあるんですけど、日中の光量だと原光量がそれでは全く足りないので、こういう写真を撮るなら ND フィルターは必須です。続いては比較写真を見ていただくんですけれども、一つ目は ND フィルターをつけてシャッター速度を遅くしてしっかり三脚に立てて撮影したもの、もう一つは ND フィルターなしで手持ちでもブレない程度のシャッター速度で手持ちで撮影したものとなります。こちらは沖縄のター滝という滝で、ちょっと別の日に撮ったものなんですけれども、まあ見てわかる通りにですね、滝が流れでしっかり記録されているのがわかると思います。こちらが ND フィルターありで撮ってるものですね。で、続いて同じ滝を ND フィルターを外して普通のシャッター速度で撮ってみます。はい、どうでしょうかね。先ほどの写真がシャッター速度2秒ぐらいのスローシャッターだったのに対して、こちらの写真はシャッター速度が250分の1秒と非常に中途半端なシャッター速度で撮ったものです。このぐらいのシャッター速度だと水がこう中途半端に静止するので、なんかこう滝の流れを撮れてるわけでもないし、絵的にもあまり良くはないというような印象になってきますよね。こうやって比べると ND フィルターがあるかないかだけで相当変わってくるのがわかると思います。 ND フィルターってカバンに常に入れててもそんなに邪魔になるようなものではないので、常にカバンに忍ばしておくとですね、例えば旅行先に行った際なんて、こういう風に行った場所を印象的に撮ることができるわけなんですね。これはね、一つ持ってて絶対損はないですよ。サンスタ。はい、ということでね、 ND フィルターの効果いかがでしたでしょうか。かなり面白いですよね。ブレっていう言葉だけ聞くと、いやー手ブレって嫌だよなって思うこともあるかもしれないんですけれども、逆にそのブレるということをですね、逆手に撮るとこんなにも印象的な写真を撮ることができるわけなんですね。そんなに ND フィルターって高いものじゃないですから、概要欄に僕のおすすめの ND フィルター Amazon の最安リンク貼り付けておりますので、ぜひそこから購入してみてください。レンズの口径に合わせたものを買わないと失敗しますから、必ずレンズの口径合ったものを買ってくださいね。で、もし仮に自分がつけたいレンズの口径がないっていう場合は、ステップアップリングっていうものもあってですね、そちらは自分のつけたいレンズより大きいサイズのフィルターを、小さいサイズのレンズ自分のものに合わせてつけれるようにするというアダプターとなっておりますので、まあ本当1000円ぐらいで買えるのかな。そちらも合わせて買うと、一つ大きめの ND フィルター買っとけばね、そのリングも合わせて買ってね、他のレンズにも全部適用させることもできますから、そうするとかなり値段的にはお得になります。この ND フィルターっていうのは動画撮影においても非常に重要なものになりますので、今度ねまた機会を見て、動画における ND フィルターの、必要性みたいなものをね、分かりやすく解説した動画を出していきたいと思います。はい、ということで、今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ためになったよという方はね、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回もお楽しみに。 See you。 チャンネル。